この後ろにあるパヤパヤしたものね、これニンニクです。一応去年のね、8月に植えて、で一冬ここに置いて、春芽が出てきたニンニクになります。ここ雪がね3メートルから4メートル積もるところで、その下でも全然ニンニク元気です。今その様子ちょっとアップでね見せたいと思います。この列がねちょっとね伸びが悪いね。なんでだろうね。隣ねマルチがね飛んじゃったから剥いちゃったんだけども、結構伸びがいいんだけど太くてね、今そっち行くけど、うん、まあでもこれでもそれなりのものは取れると思うんで、なんでだろうね。でこっち見てよ、ほらこっちはねでっかいじゃん。ちょっと俺の手と比べりゃわかるけどね、これなんてまだこれなんてもうちっちゃくてちっちゃくてね細くてさ、こっちは太くてね、何の違いなんだろうね。でこっちもね太いんだよ。でこっち来るとまた細くなるんだよね。うん、まあやっぱり自分とこで取れたニンニクをねあれ種にしてるからこういうムラが出るのかなっていうふうに思いますけども、まあ別にいいや。この辺高い、大きくなったら高い値段で売ればいいから、そっちは安く売ればいいんで、まあそういうもんなんで。うん、まあここに今日ねこれからニンニク巻いときます。追肥みたいなもんだね。あと微生物活性化させるってことで、前回の動画のジャガイモの畑に巻いたのと同じことで、うん、こっちジャガイモなんだけどね、うん、それと同じようなことをここでやっていきます。うん、まあそれ巻いていきますんで、じゃあねこれからまたこれ巻いていきたいと思います。すごい適当です。適当でしょ。こうやっと黒マルチがね隠れちゃってダメじゃないかって思う人もいるかもしれないけど、近々雨降るんで、雨降れば流れます、風でも飛びます。うん、これでいいんです、大丈夫です、経験上大丈夫です。俺はこれでやります。まあ自己責任だね。俺はこれで大丈夫って経験上分かってるんで、こういうやり方取ってます。気になる人はやらないでくださいけど大丈夫です。これで巻き終わりました。ニンニクね、なんだ白でもないけど黄色になるのかな、米ぬかの色ね、に染まっちゃったね。んでこの辺ねかかってしまって太陽光がさ当たんないじゃんって思うでしょ。ほら風が吹くだけでこうやって飛んでいくから、ここ風強い土地だから大丈夫です。上からなくなって隣の土の方に落ちていきます。で雨も降れば、見えわかるけども斜面なんですよ。ここ、こうやって見えわかるかな、斜面になってるんで雨が降れば流れていくんで大丈夫です。でもそれでもね、もし家庭菜園で気になる人がいたら、このジョウロ持ってきて水でバーってかけてあげればちゃんと流れて綺麗に黒くなるんで、ね、お天気任せにしないで自分でそういう風にやるっていう方法もあるんで、そういう風にやってみてください。物を植える前であればほうきで履いてもいいしね、ほうきで履けばそれだけでも飛んでいくんで、まあ、今この物が割ってる状態でねほうきで履くっていうのはちょっと難しいかもしれないけどもね、うん、その植える前であればそういう方法もありますよっていうこと。でこれでなんとか大きく育ってくれればいいけどね。なんか微生物が活性化して、その微生物が米ぬか食べたり土の中の有機物食べて、それをうんことして出して糞として出して、それがまた食べられて、その繰り返していって出がらしが彼らの養分になるんで、ね、それをやっぱりそれを養分をうまく循環させるには微生物を爆発させる起爆剤としてやっぱ米ぬかっていうのはすごく使い勝手がいいと思うんでね、本当に前の動画でも話してるけれども米ぬかの使い方ってことをみんなで勉強していければなと。俺もまだまだなんで、全然まだまだです。もっといいやり方あるかもしれないね。
堆肥にするとどうしても水分入っちゃうから、こういうサラサラサラって巻くことはできなくなるんだよね。だけども堆肥にした方がもしかするともっと早くね、もしかするとつうかもっと早く、養分がね行き渡るかもしれない。まあ俺は微生物にあげるためだから生の有機物をあげるっていうことねを意識してます。分解して終わったやつは肥料なんで、これはまあただの生の有機物なんで、これから分解とか食べたりとかして始めていくんで、とりあえず皆さんまた米ぬかこういう使い方があるよっていうことがあったら俺にも教えてください。コメント何でも書いて教えてもらえればなと思います。